こんにちは、ミスター M さん。そしてこのガチンコマッチョクラブをご覧の皆様、なんでね、人はね、痩せたくなるんでしょうか。そして100キロを超えるとどういうふうなリスクが高まるんでしょうか。そうですね、ミスター M さん、今回からそうですね、どこかでその肥満のリスクですか、こういうのをお話しされたらどうかなと思いますよね。やっぱ人は恐怖によって動機づけられることがありますんで、ああはなりたくない、こうはなりたくない、いろんなね、なりたくないがあると思うんですけども、あ、なるほど、過度な肥満、太りすぎるとこういうふうな心筋梗塞のリスクがあるのかとかね、見た目がこういうふうに思われてるのかとか、それから服がこういうふうに選べなくなるのかとかね、いろいろあると思うんですよ。健康上の理由とか美容上の理由、それからまあ精神的なものとか、見た目とかね、いろいろとあると思いますけども、そういうのでミスター M さんが考える、いや、肥満はここが嫌だから、そこから脱却しませんかみたいなね、そんな恐怖に関連付けたものはどうかなと思いますよね。だからなんかこうね、こう筋肉引き締まってかっこいい、それに憧れるっていうのもあるんですよ、痺れる憧れるっていうのもあるんですけども、それとは逆でですね、こう太っていくとちょっとやばいなみたいなね、そういうのをやったらどうかなと思いましたね。あとやっぱチャンネル登録者数をそろそろ意識していこうかなと思うときに、チャンネル登録者数が増えるような仕掛けもいるかなと思うんですよ。これはどのようにやっていくかというと、情報を見逃したくないと思わせるようなものを織り込んでいくんですよね。例えばね、1日1分でできる超ダイエット法とかね、あとはなんかウエスト周りを引き締めるためのトレーニングとかね、こういったものをポンポンポンとどっかの動画と動画の間にこう豆知識として挟んでいくことによって、それができるのかなと。いつも動画流れてるけど、あ、これは次の動画更新見逃したくないなと思わせるようなやつを入れていくわけですよね。で、現在このサロン名言17を学び25日腹筋ローラーチャレンジとありますけども、これはですね、これでコンテンツとしてはすごく面白いものなんですけども、現実見た時にチャンネル登録者数は増えてないんですよ。チャンネル登録者数が減ってないってことは、チャンネル登録してる方はこの内容でいいよって言ってくださってるんですけども、まだチャンネル登録してない方はこれじゃあちょっとチャンネル登録に至らないかなっていうふうに、もう一歩をね、期待してるんだと思うんですよ。ちょっとその辺も考えてみてください。それでは本日は